こんにちは、岡崎チューブリポーターの岡崎です。今回はですね、前回に引き続き根っこ岡崎第2弾ということで、今回はアスタマニアーナさんにお邪魔してみたいと思います。アスタマニアーナさんはですね、国内外のいろんなクラフトビールを取り扱っているお店でして、ちょっと見えますけどすごい種類のビールが並んでますね、うん、はい、そうですね、気になりますね、はい、で早速行ってみましょうか。はい、はい、名前が書いてあって、あ、岡崎チューブ、あ、すごい種類ですね。すごいですね、めちゃくちゃいっぱい種類ありますね。見たことないものがいっぱいですね、うん、ですね、アメリカとかカナダとかいろんな国のビールを売ってますね、へー、見たことあるものが一個もないですね、初めて見るものばかりですなんかパッケージもおしゃれですね、うん、パッケージおしゃれですね、はい、こんにちは、こちら店長さんです。店長の方です、はい、今日はお願いします。お願いします。ここはどんなお店なんですか。クラフトビールを、はい、専門店、専門店、うんうんうん、買って帰れて、はい、まあ、あの角打ちスタイルで飲んでみます、うんうん、飲めますよっていうお店。ここで飲むのは、はい、ここで入れてくれる。そうですね、あのタップも8タップ、あ、すごい、ありまして、まあ、あのお客様のお好みをお伺いして、うんうんうん、まあ、ここでサーブしてお渡ししてます。へー、こちらはメニューですか。はい、はい、ちょっと失礼します。でちょっとあの打ち抜きがあったりとか、はい、タルが変わるとコロコロ変わってくので、あ、そうなんですね、今日もちょっとあのこの内容とは違 う、うんうんうん、あのビールをご紹介させていただくんですけど、じゃあちょっと岡田さんのおすすめのビールをいただいてもよろしいですか。はい、はい、ブルーイングさんの愛知の森のエール、ヒノキを使ったビールになってまして、香りがもうすごく森林浴してる感じがいい匂いがしますね。こちらが群馬の桐生で作られてるパープライブルーイングっていうところのバイゼンですね、小麦を使ったビアスタイルになってるんですけども、独特のバナナ香が特徴になってまして、すごくフルーティーなビールになってます。こちら、はい、寄り道サンセット浅草ビール工房さんというところで作られてるあのビールになってまして、はい、秋らしいアンバーカラーのビールになっています。全部産地が違うんですね。はい、あのビアスタイルもそれぞれ違うものになってますので、ぜひ、はい、辛いもの色のものから順番に飲んでいただくと、はい、ありがとうございます、はい、この4種飲み比べセットですね、はいはい、ちゃんと名前が書いてあって、うん、いいですね、新鮮、そうですね、はい、リトルグレープフルーツ、色が薄くて綺麗ですね、そうですね、うん、
黄色いグレープフルーツっぽいですね。はい、はい、あ、いただきます。あ、もう匂いからちょっと柑橘系っぽい匂いしますね。うん、あ、あ、すごい、本当にめちゃめちゃグレープフルーツは、飲みやすいです。すごい爽やかで、うん、美味しい。もうなんかビールというか、なんかカクテルみたいな、そんな感じのイメージです。じゃあ次これですね。これは愛知産のやつですね。はい、はい、まず匂いを嗅いでみます。はい、あ、すごいいい匂いがします。これはヒノキ使ってるって言ってました。なんか、うん、森っぽい。すごい、うんうんうん、あ、すごい、なんかビールの匂いじゃないみたい。まるで森林浴してる。そうですね、はい、うん、すごいいい匂いです。いただきます。あ、すごい、全然違う。全然違います。あ、美味しい。これちょっと苦味強めですね。さっき嗅いだ香りがもうこうバッと広がる感じで、すごい美味しい。ビールって、はい、結構麦芽とホップとお水が主原料で入ってるんですけど、他にも副原料っていう呼ばれるものが許されてまして、はい、それの場合は、まあ、ヒノキが入っている。それだとグレープフルーツが入っている。そういう感じなんですね。で、主原料とはまた別に、はい、いろんなフルーツだったり、あ、いう食べ物以外でも、木だったり、そういったものを使って、本当に個性がさまざまなニュアンスになるように、そういうのをクラフトビールって。そうですね、まあ、そういったいろいろなものを使って、もう本当に自由に表現して楽しんでもらえるような飲み物になってますね。なるほど。なのでクラフトビールの結構苦いなっていうぐらい飲まれる、キレがあって、苦いなっていうイメージをお持ちの方も多いと思うんですけど、すごくフルーティーだったり甘かったり、いろいろな味があるので、へえ、ぜひビールの苦いところが苦手っていう方も、これなんかすごい、はい、ね、トライしてみてもらえるといいかなと思います。岡崎チューブ。あと、はい、フードメニューも少しだけご用意してまして、一応定番にしているのが、はい、タコスになります。タコス、美味しそう。うん、合いそうですね。ああ、いいですね。おしゃれですね。おしゃれ。うん。じゃあここでタコスを、はい、はい、いただきます。はい、じゃあまずこれライム。ライム。じゃあまずライムを絞って。はい、結構ボリューミーなので、うんうんうん、つまんでもらって、もうお皿と一緒に地元に持っていくような形で。ええー。あ、本当ですね。すごい。こうですか。はい、ティッシュから持ってもらってお皿をはい、でガブッと、ガブッと汁も出るんです。うん、うん、おいしい。、うん、ちょうどいいスパイシーさですね。うんうんうん、これはすごいビールに合います。うん、美味しい。岡崎チューブと、じゃあ次はこれですね。はい、バナナのニュアンスがあるバイテンというスタイル。バイテン、ね、おお、あ、ほんとだ、なんかバナナっぽい匂いします。そうなんです、すごい、バナナ、うん、バイテン酵母っていう酵母由来の香りになるんですけど、ドイツのビールで、はいはい、ソーセージなんかとよく合います。あ、なるほど、あ、なるほど。じゃあちょっといただきます。はいは
あ、これもすごい飲みやすい。さっきのとは全然違って苦味も穏やかな、うんうん、うん、確かに確かにビールになってますね。そうですね、これビール苦手な方すごい飲みやすいかも、うんうんうん、すごいフルーティーな感じで美味しいです。面白いですね、こんな違うんだ、色も違えば味もこんな違うんですね。こちらはアンバーエールっていう、あ、まあ、赤みがかった、色味のエールになるんですけど、はい、まあ、これから紅葉が深くなる、季節になるので、こういったちょっと秋らしいカラーっていうのも、なるほど、はい、秋先取りですね。名前もね、素敵な名前、うん、あ、なんか変わった味がする。え、何ですかこれ。フルーティーさと、これは結構モルトもトーストしてる、モルトを使ってるので、ちょっとバッカのコクがあるという、はあ、甘さも感じる。なんか飲んだ瞬間ちょっと紅茶っぽいと思ったんですけど。あ、そうですね、うん、そういうニュアンスもあると思います。へー、面白い。うん、秋っぽいです。秋っぽいビール、秋っぽいビール、季節も感じてもらえるビール、もちろんずっと常時あるビールスタイルもあるんですけど、こうやって季節をごとに限定でビールを作ってるブルワリーさんも多くて、もう本当に一期一会で、その時じゃないとなかったりするので、そっかそっか、はい、それもまたビールの面白さかなと思います。面白いですね。面白いですね。岡崎チューブ、こちらショーケースが、はい、2台あるんですけど、はい、向かって左側、はい、が国内ビールになってまして、あ、そうなんですね、国内醸造所のビール ここまでですか、はい、へー、そうなんだ。で、奥が海外のインポートものになりますね、アメリカとイギリス、カナダのビールなんかが、へー、ビールだけでこの量は、いやー、すごい、確かに確かにそうですね、うんうん、と思います。ジャケットもそれぞれ個性が強いので、もう本当によくご来店されるお客様でも、ジャケ買いって言って、ジャケ買いで選ばれる方も多いですね。これ可愛いから、うん、確かに確かにね、ここに書いてました、プレゼントに全て書いてました。プレゼントしても喜ばれそうですね。うんうんうん、そうですね。南は今だと熊本、熊本さんそんなおしゃれや、北は先ほど飲んでいただいたブラックタイドさん、で千沼のビールが一番最高ですね、今。そうなんですね、はい、なんかエールがよく聞きますけど、実際あんま知らなかったね、書いてあって、はい、いいですね。今だったら一番のおすすめはどれですか。今の一番のおすすめは、そうですね、先ほど飲んでいただいた森の愛知、愛知のワイマーケットブリューイングさんの、こちらの桃の惑星、新物惑星4っていうのが、名前がすごい、本当にまだリリースされたばかりのビールになってて、はいはいはい、毎年人気のビールになってます。たくさん桃を使って、美味しそうですね。名前からして分かります、ね、あとは、はい、すごく人気のだと、この宇宙ブリューイング山梨のブルワリーさんなんですけど、これは結構私もインスタグラムの方で、告知をすると、はい、すぐ売り切れてしまうぐらい人気なので、はい、小崎、これ買いたかったです。買いたかったです。はい、へー。
名前、チューイブリューになってた、はい、これがちょっとあの有名なフルアリーさんなんかも備えてるので、ぜひチェックしていただけると、はいはい、ちなみにあのお店の名前の由来って何ですか？はい、スペイン語でマタシタって言うんですけど、クラフトビールの、あのこういう買えるお店っていうのが岡崎になかったので、結構 あまりクラフトビールって言ってもなんかその売ってる場所ないしって思ってる方も多いと思うんですけど、はい、この岡崎でっていう感じで、クラフトビールを取り扱いさせていただいて、また明日って思えるぐらいフレンドリーなものにクラフトビールがなればいいなと思って、この名前ですね。すごい素敵な由来ですね。ズバリクラフトビールの魅力とは？自由さですかね。自由さ、はい、味の幅も広いですし、苦いものから甘いもの、辛いものから酸っぱいものもありますし、その自由な、とらわれない自由さが一番の魅力かなと思います。自由さ、そうですね、それもその楽しさを一緒に共有させてもらえたら嬉しいなと思います。最後になんか視聴者さんに一言あれば。なかなか手を伸ばしづらいなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、味わいの アドバイス、一緒にビール選びもさせていただきますし、ぜひ一度興味を持って足を運んでいただけたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。岡崎チューブ。ビール4種のイントラで美味しかったですね。はい。ありがとうございます。はい。全部本当にどれも違った美味しさがあって、いろいろ飲み比べて自分だけのなんか好きなものを見つけるのも楽しいと思いました。はい。いいですね。はい。はい、また来たいと思います。はい、皆さんもぜひいらしてください。そうですね、はい、岡崎チューブではですね、企業様、飲食店様からの取材のご依頼も募集しております。ホームページの方からお問い合わせができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ブログの方では、動画にはなっていないお店の情報だったり新店情報だったりが載っておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。最新の以上になりました。